はい、皆さんこんにちは、ジョルタクです。今日はユーマ爪で釣りに来ましたけども、見てほら、すごい。まあ今の時期ってね、田んぼに水つかれちゃうから仕方ないっちゃ仕方ないんだけど、まあなあ、これはちょっと無理やね。多分やったところで警戒しまくって釣れないわ。ほらもう見てん、あれな、ヘビキャラやろな、誰か引っ掛けとるわ。ヘビキャラもらっていいのか。ああ無理やな、中に余っとるか。さてどうしましょう。まあとりあえず何ぞ掘ってみます。あーね、今回から竿変わりました。大根の竿、ドレッドノートってやつで、フルゾリッド、全部中身ね詰まっとるやつ。フルソリッドの利点は、まあ繊細なティップと何、結構粘るパワーらしいんですけどね。確かに何だろう、こうふにゃふにゃではない、柔らかさ、ふにゃふにゃではない、しながね、どっちか言ったら粘りのあるソリッドってな感じなんですけど、ベリーからはだいぶしっかりガツッとしてる感じで、かけたら多分魚は暴れないと思います。柔軟にこう追従する感じなんで、まあでも釣れらんと何とも言えらんけどな。ちょっと沈めましょう、表層は出ない。多分今日これ無理だわ、暑い。だいぶ真ん中の方まで魚行っとるな、こんな岸際は多分無理だわ。お、来た、よっしゃ、うう、走ったね、糸が。マンデー余裕ぶっかまってた。はい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 、綺麗なバスね、上顎が欲しいですわ。すごい、バース歯がギザギザ。甲殻類食べたね、それにしよう、綺麗よ、問題なし。まあとりあえず釣れてよかった。ぬるい、すごい水温高い。でやろう、全然バスが跳ねない。お、まだダリア、ギルや、ギルや、めっちゃギル、めっちゃギル、ギル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 、合わせるよ、いこよ、よし、あ、取られた。あとはあの岸際やね、目の前に見えとる岸際の根元というか、あの辺をさらっていく感じかな。さらうちゃうな、狙っていく感じやな。岸際についとんだろうから、その近くを。え、とりあえずただ巻きでいこう。ほら来た、あ、ギルや、
はい、ギル、ほらギル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 、うん、走った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 、行くよ、よっしゃ、ほら来た、あーちっちゃい、あーお前見たな、いらんわいらんわ、豊かんな、はいはい、でも元気やわ、ういうい、さっきのつちゃうんかいと思うぐらいの、うわ、はい、綺麗ね、よいしょ、大きいのが思ったけど、よいしょ、もう一回岸際で、ちょっと沈ましてから、あーまた当たる、めっちゃ当たる、おーめっちゃ当たるよ、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 やっぱギルやな、ギルなんやな、あれは、おーギルギルギル、あとこれベープのやつ、僕、まあ、左巻きでしよるから右手実しとるんで、その間にね皮に噛まれるんですよ、でそれが嫌やからベープしてます、そうこれしとったら、それか噛まれたことないね、虫除けスプレーしてもいいけど、案外指の間とか噛まれちゃうから嫌いないんだけど、これしだしてから全然マシやね、シビアだ、もう色はもう映っちゃった、ここに本当につかなかったのって書いたろ、まだ釣ったことないかな、みたいな恥ずかしながら、あーギルや、よっしゃ、はい、ちっちゃい、よし、うん、いい感じにかかっとね、 Twitch のあ中にフォール中、はい、チビ、よいしょ、おお、でかい。
でか、40分よっしゃゴツゴツゴツ、よっしゃ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 、おおおお、こっちこっち、よっしゃおお、やり45、多分木の下や思います。ほんまですか？いやー、たまたまや思います。あー、ありがとうございます。ほら来た、うう、携帯どこ行った？お、待て、携帯どこ行った？携帯どこ行った？あった、よっしゃ、はい、よっしゃ、よっしゃ、暑っ、はい、皆さん、いかがだったでしょうか。今回は脳進化をメインにね、使っていきました。で、使っていたのこのメーカーがね、わからないですけど、この4インチのシャットテールかな。もしね、分かる人がいましたら、まだコメントの方お願いいたします。こんなやつと4インチのデサーダーで、まあ、今日みたいなああいうを、ね、すごく減衰して、もう水深が、50センチか1メーターもないかなという時に、表層からね使う時はこういうねシャットテール主に使ったりします。たまにね、食い気のあるやつはこう表層のバージングやったり、した時に結構ドーンと出たりするんですけど、でやっぱり脳進化の強みはそういう浅いとか強いんだけど、まあ持論ですけど、脳進化の方がこう前層を攻めれるっていう感じかな。水深が浅くても表層も中層もボトムも攻めれるのが脳進化なんで、その辺はやっぱり強みですかね。あとスキッピングがしやすいし、針ねこなして、最近のこのこうリブの中、リブというかスリットの中に針隠せるし、ね、あのウィードレス性も高いんでおすすめですね。例えばデスアダーのないコーナーのスリット入ってますしね。だから脳進化はそういう意味では結構強いですかね。またね、バス釣り動画も始め、また、ね、海釣りもちょっと調校回数増やしていこうかなと思ってますんで、またお願いいたします。ではでは。